無料個別相談、介護職向け LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さんこんにちは、ケア長です。今回はもしもの時のために覚えておきたい緊急時の対応について解説をします。皆さんの職場では緊急時のマニュアルなどはございますか？ぜひコメント欄で教えてください。まず最初に、いざという時のための準備、異常が発生した時のことをイメージしておくことが大切です。事前に異常が発生した時のことを普段からイメージしておくと、緊急時に落ち着いて対応することができます。どんなに頭の良い人だったとしても、知らないことを正確に判断し行動に移すことはできません。現場で緊急時に適切に動ける人は実体験を積んでいる回数が多く、脳内で自然とイメージができていることが多いです。ですので、経験が浅い人は意識的にイメージトレーニングを積むことで緊急時適切に動くことができます。では実際に異常が発生した場合にはどう意識しておけば良いのでしょうか。心構えについてご紹介したいと思います。心構え1、まず自分が落ち着く。異常が発生した際、まずご自身が落ち着くことが大切です。自分がパニックに陥ってしまえば正常な判断をすることはできません。とは言っても、どうすれば冷静になれるかと疑問に持つ方もいると思います。そんな時は深呼吸が簡単で非常に有効です。呼吸は自律神経と関係をしていて、吸う時に交感神経、吐く時に副交感神経を優位にさせます。よって自分がパニックになりそうな時は、ゆっくりと呼吸を吐き、副交感神経を働かせ、自分自身をリラックスさせることを意識しましょう。心構えの2、当事者を安心させる。異常が発生した際に一番不安であり辛い思いをしているのは当事者、ご利用者様だと思います。ですので、まずご利用者様に安心していただけるようにしましょう。ご利用者様がパニック状態だと、さらなる緊急事態を招き、二次的な被害が起きる可能性もあります。ご利用者様に笑顔で、大丈夫ですか、私がいるからもう安心ですよと伝えてあげましょう。心構えの3、他の職員との連携を意識する。異常が発生したら他の職員さんと連携をして対応しましょう。自分だけで対応すると、その緊張感から極端な状況判断をしてしまい、合理的な判断ができなくなってしまうことがあります。また近くに仲間がいる安心感から冷静な行動ができるようにもなります。極端なケースですが、例えばご利用者様の心肺停止を発見した際、他の職員との連携をすることで気が動転せず冷静に対処できるようになると思います。ですので、必ず緊急事態は他の職員さんとの連携を意識しましょう。また普段から連携をしやすいような人間関係づくりや連絡対応の確認をしておきましょう。続いて、緊急事態に対応する基本的なステップをご紹介していきます。緊急時とは言っても様々なケースがあります。ここではあらゆるケースで共通点の多い、ご利用者様が事故や体調不良によって救急車で搬送する状況を想定してご説明していきます。1、本人と他の利用者様の安全を確保する。緊急事態が起きた際には、本人と他の利用者様の安全を確保する必要があります。これは二次的事故、被害を防ぐためです。事故に遭った本人を守るのは当然ですが、他のご利用者様を放置するわけにはいきません。一人のご利用者様に全ての職員が対応して、その隙に他の利用者様が転倒する可能性も十分考えられます。本人と他の利用者様の安全確保を必ず最初に行いましょう。2、発見者はその場から離れず他の職員に知らせる。発見した職員は基本的にその場を離れず、ご利用者様のそばにいるようにしましょう。利用者様の容態が急に変化する可能性もあります。その場で大きな声を出す、 PHS 等の通信手段などで他の職員さんを呼びましょう。しかしこれはあくまでも原則です。離れなければ呼べないときは仕方がありません。離れた際はなるべく早く利用者様の元へ戻るようにしましょう。3、119番通報や主治医に相談するなど、状況に応じて役割分担をする。呼んだ他の職員さんとご利用者様の状況を確認、今後の対応を検討しましょう。とは言っても、医療的なことは介護職にできること、判断することが少ないことも多いです。判断が難しければ、オンコールで看護師や主治医に相談する。医療職でなくとも、リーダーや管理者に連絡相談をして判断を仰ぐようにしましょう。場合によってはすぐに119番通報をしましょう。迷った際にはすぐに119番通報した方が無難です。救急隊の方は忙しい方が多いので、自宅住まいの方を除いたら安易に呼ぶと、大したことないのに呼ぶなと思う方もいるかもしれません。ただ救急車を呼んだけれども大したことはなかったと、救急車を呼ばなかったから重篤な事態に陥った、どちらがいいかは明らかです。もし救急車を呼んだと大したことがなく、病院関係者などに苦情を言われた際は、ご利用者様が心配で気が動転しましたと返していただくと良いと思います。4、救急車が来るまで準備を進める。救急車を呼んだ後は救急隊に伝える情報を整理しなければいけません。
最初に119番通報した時の電話口では大まかな状況とこちらの住所を伝えるだけです。数分後こちらに向かっている救急隊から電話があり、その時にご利用者様の細かな状況について問い合わせがあります。到着した後にご利用者様の ADL とさらに具体的なことを聞かれます。よって救急車が来るまでにご利用者様の緊急事態に至るまでの様子、既往歴や現在飲んでいる薬などをまとめておきましょう。看護のファイル等に記載をされていると思うのでそれを活用しましょう。また救急車に同乗する際はご自身のスマートフォンを持つなど連絡手段の確保も忘れないようにしてください。利用者様の家族や職場などに頻繁に連絡をする必要があります。緊急時忘れがちですが忘れないように注意をしましょう。5. ご家族への連絡。随時ご家族への連絡も必要です。当然そのご利用者様が緊急事態に至るまでの経緯を伝えなければいけないのと、何より入院となった場合には家族の同意サインが必要です。また救急隊病院から延命措置について聞かれることがあります。介護サービスを利用する際にあらかじめ延命措置については書面で確認をする事業所もあります。それを参考に答えても問題がありませんが、緊急事態になった際には改めてご家族に確認をしましょう。続いて緊急事態の状況別でどのように対応したらいいかご紹介をしたいと思います。 A 症状が軽い時の対応。基本的には様子を観察することになります。しかし予断は大敵。いつ容態が変化するか分かりません。発熱や痛みなど苦痛が伴う場合はクーリングなどの緩和ケアが必要です。 B 症状が重い時の対応。ご家族や主治医などあらかじめ定められた連絡先に相談をしましょう。症状を詳しく説明をして通院の指示などの希望があればそれに従って対応することになります。相談する際も理由を説明して、こちらとしては何々したいと意思を伝えることも重要です。しかし予断を許さない場合には即座に119番通報をしましょう。 C ご利用者様が事故に遭った時の対応。事故にも様々なものがありますが、ここでは転倒転落などで怪我をしたケースをもとにご説明をします。まずは安全を確保し、ご利用者様のボディチェック、痛みの有無を確認をします。その際は打った箇所を必要以上に動かさないことが大事です。骨折をしていた場合に骨がずれてしまう、頭部を打った場合にはより重篤な症状を引き起こしてしまうなどの可能性があるからです。痛みが強くある場合は骨折の疑いがあります。通院もしくは救急車を呼んで対応しましょう。また事故の際は様子を細かく記録をしておくことも大事です。骨折等の重大な事故については自治体に届け出が必要となるからです。治療費と職場の保険で対応する場合も記録が必要です。事故の経緯、状況、対応を忘れないうちに記録をしておきましょう。 D 誤飲、誤食、誤嚥の対応。ご利用者様が誤って食事以外のものを飲み込んだり気管に入りむせ込んでいる場合は、直後に口腔ケア、口内のものを出すタッピング等で対応します。タッピングとは手のひらの付け根部分で肩甲骨と肩甲骨の間あたりを強く叩き、異物を吐き出すように促す方法です。背部口打法とも言います。呼吸が困難になっている場合には即座に吸引をする必要があります。看護師がいなかったり吸引ができない状況であればすぐに119番通報をしましょう。もし異物を飲み込んだ後ご利用者様が元気な様子であれば主治医に相談をして指示を仰いでください。排便として出るのを待つケースもあります。 E 入浴時の容態の急変時の対応。入浴時は血圧の変化などにより心臓血管系の疾患や脳卒中を引き起こす危険性があります。入浴中の意識障害などを発見したらすぐにお湯から出しましょう。もし難しければお湯を抜くなど対応しましょう。すぐに意識が戻ればいいのですが、もし戻らなければ119番通報する必要があります。呼吸がなければ救急隊が来るまでに AED、 心臓マッサージ、人工呼吸などの蘇生措置を行いましょう。 F 災害時の対応。最後に災害発生時の基本的な動き、考え方についてご説明をします。地震などの災害発生直後は自分自身の安全を守りながらご利用者様の安全を確保することになります。状況が落ち着いたらご利用者様の安否確認を行いましょう。必要に応じて利用者様を避難に誘導します。特養などの大きな施設ではその施設自体が地域の避難場所になっているケースもあります。訪問介護中に災害が発生をして利用者様の自宅内に危険があった場合は地区で指定された避難場所へ移動をしましょう。地震などの災害は対応が長期的になります。よってたとえ休日であっても職場との連絡体制を確保し対応していく必要があります。どの事業所にも災害発生時のマニュアルが整備をされているはずです。この動画をご覧いただいた方は必ず一度確認をしていただいて、頭の中でイメージをしておくようにしていただけたらと思います。今回はもしもの時のために覚えておきたい緊急時の対応についてご紹介をしました。
皆さんどう感じられましたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。ケア庁では無料の LINE 相談窓口や転職・求人のサポート室を開設をしています。 LINE の相談ではこちらのような人間関係・介助術やお仕事探しなどのご相談が無料でできます。登録方法は4ステップ。ステップ1、コメント欄にあるケア庁のコメントをタップ。ステップ2、一番上の URL をタップ。ステップ3、ケア庁相談室の説明ページが出てきますので、LINE に登録してみるをタップ。最後に友達追加をタップ。これで登録完了です。マガジンなども届きますので、ぜひお楽しみください。また、転職・求人のご相談も受け付けています。こちらの相談方法は3ステップ。ステップ1、コメント欄を開いていただく。ステップ2、今度は真ん中の URL をタップ。最後に開いたページから情報を入力し送信。完全無料で求人の紹介、面接の対策ができます。ぜひご活用ください。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。また、ケア庁では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それではまた次回の動画で。さようなら。